おはようヒカル。おはようございます。僕にとって、はい、今日はもう最終日です。明日の朝の便で帰るんで、ラスト昨日に引き続いて、ヒカルが今日一緒ということで、まあ来るとこまで来たね。来ましたね、ついに。朝からもう2時間走ったからね。寝てないですからね。寝てないよね。まあただ最後にふさわしい魚が北海道で釣れるんじゃないかという淡い期待を抱いて、はい、ということで、はい、何が釣れるか分かりませんが、初めての場所に、光と共にトライしようということです。はい、先に言うときます。海渡ります。おー最終日海を渡るというか、まあ、ちょっとだけで、はい、最終駅出します。来ちゃったね、光。来ちゃいました。ここは北海道は室蘭ですよ。室蘭といえばもう聖地ですよね。聖地ですね。ロックフィッシュ天国の防波堤に来たと。もう今日はもう一択、でかい魚を狙う。ほぼ貸し切り、貸し切りですね。この何キロあんの、この防波堤。この防波堤6人しかいないっていうね。で、昨日ね、ヒカルにちょっと釣り具屋さんやって買ってきてもらったんだよね。今回の北海道遠征で糸をするためにビッグベイトとかジャークベイトとか使うために持ってきた、アドレナです。はい、1610MH に、メタニウム、これにヒカルに買ってきてもらった、チャンクロー 2.8 で、これもまたこれ本流用の竿なんやけどね、沖手に来るとは思わなかったから。T コネクションストリームの 77ML プラスっていう、これで糸を釣りました。3匹釣って、で P が 1.25 にリーダーが今16ポンドやから、はいはい、割と何でもできるかなっていうので、そう、そのままアイナメ。北海道大活躍よ、この竿。糸もいけて、ロックもいけて、そうやで。ということで、全くそのロックフィッシュ用の竿が全くないっていうね。バス用とトラウトやからいけますよ。アドレナとT コネナだ、絶対いける。最後とりあえず沖に投げてみよう。2分の1オンスのテキサスリグ。いやー、来るとこまで来たな。最北来て今かなり南の室蘭にいるっていう。うわ、めっちゃ深いな。あ、岸にね、寄れば寄るほどね。寝たよ。2時間ぐらいかな。アドレナリン出て全然寝つけなかった。うわ、食った。うわ、うお、ちっちゃい。うお、なにこれ、アイナメ。これはガヤーガイヤーガイヤー本当だ。てか昨日よりもバージョンアップしてる。ちょっといいかも。ほんまやね。うわ、抜けた。さあ、今ので抜けるか。でかい。でっか、マジで超でけ。よっしゃ、いきなりどでけ。でか、これは45ぐらいあんね。ありますね。でか、早速腹パン。太いですね。太すぎるやろこれ。重い。重量か。こっち行こうか。よっしゃ。
押した。いやーガヤっぽいな。お、ちっちゃいアイナメだった。うん、ちっちゃめのアイナメ。逆に沖堤防で珍しいガヤかと思ったけど違ったわ。はい、沖堤防では珍しいぐらいのサイズだったそう。めっちゃちっちゃい、びっくりしたがやね。俺もさこんなん釣れた今。すげえちっちゃいやつ。さあ足元壁際大作戦。やっぱこの敷石がいっぱい入っとるからね。ほんのやね。うわ、また食った。いやアイナメやったわ。よーし、まずまずちょっとずつサイズアップしてきた。いい感じに35センチぐらい。ありな、ミノ。そんなこと言われたらちょっと俺ちょっとやってみようかな。マジでハマったらえぐいんで。マジもうすごかった。あ、そう。本当はババちゃんカラーぐらいギラギラさせた方が良さそうだけど。さあ、なんと伊藤用で持ってきたリレンジ、シングルバーブレスから普通にトリプルフックに戻しまして、これで壁沿いを狙うとアイナメが来るかもっていう話なんで。まさかこんな海でジャークベイト使うとは。壁際でいいよね。ビッチビチね。なんかロックフィッシュだからね、ボトム取らなきゃいけないっていうイメージはあるんですけど、こういうやっぱ壁際にサスペンドしてるやつもいるみたいで、それをちょっと狙っていってるような感じですね。光来た。マジ。オッケー。でかい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 。マジ。リレンジリレンジ。リレンジリレンジ。あ、リレンジでいけるんや。そんなことあんの。バレんなよ。多分大丈夫だと思うけど。よし、サンキュー。やった。ほんま食うんやな。やった。マジですげえ。この釣りがあるんや。いや光る見て、やばい。言ってた通りやわ。レンジ、あ、ね、130ミリのジャークミート。マジでバスを誘うかのように、この堤防沿いをジャーク2ジャーク1ポーズしてたらガッツンいった。いやおめでとうございます。気持ちいい。やった。まさか伊藤洋
で持ってきたリレンジが再びシングルバーブレスからトリプルフックに戻して、そしてアイナメが釣れるというこの展開を誰が予想したかね。ほんとね、安定のチャンクローで決めようかな。ちょっとバランス悪いけど2分の1オンスの、テキサスリーグですね。シンカーフリーです。はい、うわー気持ちいいな、風なくて最高やねこれ。やばいな。お、お、でかい。ネットいる？い、あ、でかっ。抜く？いける？マジ？うわぁ、マジで。よっしゃ。また出た。でっかこれも。オッケー。オッケー。いい魚。おお、ちょっと巻かれたけど、なんだアイナメな気がする。いやいや、よいしょ。え、これ島沿い。おお、ほら写真で見たやつ、島沿いだ。やった、すげえ、いかつ、かっこいいね。目がちょっと大きめでね、かっこいいなお前、めっちゃかっこいいやん。お、いけ、お、お、あ、アイナメかでも一応。おお、おお、これでも本州で釣れるやつ。あ、なるほどね。オッケーオッケー。いっぱいいんねやな。アイナメっても食ってもうまいよね。ねえ。お、いいんちゃう？いけそう？大丈夫？マジ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 、でかっ、ちょっとでっか、これいける、これ、うわー、やばい、よし、よっしゃ、でかっ、よっしゃ、でっけえこれ、うわー、マジこれ、やった、いいとこかかってんな。うわー、これ見るとちょっとボトムでちゃんと やらなあかんって思うわ。お、巻かれてる。お、上がってきた。これは島、いや、アイナメだ。島っぽかったけど、いや、アイナメ、中堅サイズ。ちょちょちょ、普通にいいサイズなんですよ。そうやな、こんなん本州じゃ釣れへんからね。休憩してましたね、完全ね。座ってましたね。座ってましたね。座りながら釣ってましたね。チャンクロー 2.8。でかこれ。でかいですね。いかつ。これが島沿いやね。島沿いです。このさ、体高がすごいよな。手のひらぐらい。うん、あるある。ほんでこの背びれのこの。かっこいい。これかっこいいわ。これライオンみたいやもん。これなんかこの線が特徴やね。白いね。そうそうそう。いかつこれ。
すげえなこれ。これはいかつい。顔がもうかっこよすぎて。かっこいい。うわあ、ここの頬肉食べたいわ。さあ、今食べたのがもうこのモケモケの海藻の中。行ってこう。だから上からもうパンチしていく感じだね、海藻に。ああ、これちょっと面白そうやね。さあ、昨日釣り具屋さんで光くんに調達してもらった、シザー昆布ですね。ちょっとこれに変えてみます。はい、万能メロンっていうカラーです。これにして、万能メロンやって、めっちゃいい色これ。フリーリグに、チェンジしました。ちょっとね、穴の中にしっかりと入れるっていうことも考えながら、そしてまあ根掛かりもやっぱ多いんでね、10g ですね。軽くしてより起伏に対してしっかり落とすためにフリーリグです。おったけど、なんだこれ、ガヤかな。おお、上がってきたね、ガヤが。昨日おかっぱりで釣ってた魚ですね。でもやっぱここのが一回りでかいな。エゾメバルね。あー、流れ強いな、相変わらずこっち。どうぞ。あそこまで戻らなあかん。でもまあでもあれか。お、ポール中に当たってん。マジポール中にめっちゃ当たった。おー、キャ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 、ポール中やん。よーし、よーし、すっげーやった。うん、びっくりした、フッキングが気持ちよすぎ。でもやっぱ際におるってことだよね。しかもサスペンドしてるやつがいるってことだもんね。お、食った。わ、マジ。オッケー、マジ。また連発。アイナメ牧場。お、でかい。お、何これ、ちょっと違う。うわー、何これ何これ何これ、ちょっと光る、えぐいの来た。これ何、よっしゃ、島沿い、島沿いの超でかいやつ、やば、超でけえこれ、やば、黄色、なんじゃこれ、なんじゃこれ、えぐ、これやば。贅沢だな、マジで贅沢だな。もうこれが今日この一日で釣りが終わってしまうと思うと、まあちょっと寂しいねところもあるんですけど、まあ、最後と思えばね。うん、OK、 なんだ、おお、アイナメ来たよ。うい、ちょっとこじんまりしてますけど、でもこれを本州で釣ろうと思ったらさ、なかなか大変よこのサイズね。え、35ぐらいですけど、僕の今回の北海道遠征の釣りは、終了しました。はい、めちゃくちゃ寂しいよ。楽しかった。もうね、まあ帰りたくないと言ったらちょっと本州というか地元にも申し訳ないんでね、帰るんですけれども、また来たいなってね、思ってます。はい、また来なきゃいけないと思ってます。はい、オッケー、来た、マジ来た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 、でかい、
飛ばして、よっしゃよっしゃ、人生初めての伊藤です、よし。うわマジこんな捨てとこで、うわ伊藤や、よっしゃ。日暮れしは泣いている切なげに君、いやーエモすぎるわこれ、人工物がない、最高、なんこれ、来た、これは上じゃない、舐めます。うん、でかい。よっしゃー。いやー、すげえなこれ。うお、来た。来た。バイバイ。めっちゃうまい。ということで。ありがとうございました、ありがとうございました、あ今のはこけとこうよ最後OK 来た、でかい、レインボーね、めっちゃ綺麗こいつ、ヒレピンピン、来た、オッケー、かっこいいね、お、でかい、よっしゃ、すごいなこれ、こんなんいいんだ、やば、よっしゃ、でかい、うわ、よっしゃ、腹太すぎやろこれ、やば、よし、やった、よっしゃ、オッケー、めっ、うわ、よっしゃ、取った、いやー、すげーサンセットですわ、素晴らしいね、素晴らしい景色が、お、なんかでかい、いやー終わった、振動強くグッドミルスピンの5グラムこれでやったら、おお、本当だ、なんなん、なにこれ、うわマジで俺にも釣りさせろよ惜しくた、サイズアウト、やばい、これだ、よしよしよし、イサキの勝ちです、やば、超でけえこれ、でかっ、よっしゃでっけえこれ、うわ、オッケー、きた、やったー、マジこの堤防沿いをジャーク、ツージャークワンポーチガッツンいった、いやーおめでとうございます。